皆様こんにちは。佐波優子と日本を学ぼう百人一首の時間です。この番組は小名木善光さんが書かれた根津さんの日本の心で読み解く百人一首を読みながら百人一首について解説していきます。それでは本日ご紹介いたしますのは81番歌と82番歌を2種連続でご紹介いたします。まず81番歌は五徳大師の左大臣が読んだ和歌で、ホトトギス泣きつる方を眺むればただ有明の月ぞ残れる。ホトトギス泣きつる方を眺むればただ有明の月ぞ残れると、とても多くの方々に昔から愛されてきた和歌で、皆さんも高校や中学校の授業で読んだことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。一般的な現代語訳としましては、ホトトギスが泣いた方向を眺めるとただ有明の空が月に残っているばかりでしたという訳が当てられます。さあ、この歌大変昔から愛されてきた歌で、ホトトギスを題材にした今と昔の和歌の中で最高に出来がいい歌だと評されています。ただですね、不思議なことに最近の解説書を読んでいきますと、いろいろな解釈があるんですけれども、例えば最初上の句は「ホトトギス泣きつる方を眺めれば」と聴覚で捉えた後に、その後ただ有明の月ぞ残れると視覚で捉えた下の句へを転換していて、とても素晴らしいなどいろいろな解説があるのですけれども、ただそれだと技術が素晴らしいというだけになってしまいまして、それがどこが最高の名歌になるのかというのがいまいち疑問が残るところなんですね。ではこの歌がどんなところが最高の名歌になるのか、解説を読んでいきたいと思います。ホトトギスというのは初夏に日本に飛来する渡り鳥ですよね。ホトトギスの声は夏の訪れを告げる風物詩ともなっているわけです。ホトトギスは中国の古事から帰ることができない過去を表します。で一方で有明の月というのは皆さん思い浮かべていただきたいんですけれども、夜が明けてもまだ明け方白くなりそうな夜の闇の中に残っている月のことです。つまり月というのは巡るものの象徴でもあります。ですのでこの歌というのはこのように解釈もできるわけです。初夏の夜明けにホトトギスが泣いたような気がしたので振り向いてみた。二度と戻れない過去の映画の日々をふと思い出してみた。しかしそこに鳥の姿、過去反映した映画はなく、ただ有明の月だけがあった。月が巡るように夜明けの空に残る有明の月はあと少ししたら地平線の下に沈んでしまう。過去の映画は過ぎ去ってしまうのだなという悲しみを詠んだ歌であることが見えてくるわけです。また有明の月、夜明け前の月が沈めば次はどうなるでしょうか。太陽が昇ってきますよね。ですので新しい別の時代の到来も暗示しているわけです。つまりこれは貴族政権が沈んでいって新しい武家政権が台頭することを想起させる歌にもなっているわけですね。ただしですね、この歌もう一度読みます。ホトトギス泣きつる方を眺めればただ有明の月ぞ残れる。最後月ぞ残れると言っています。ぞというのは強調の言葉でありますから、月ぞ残れると月を強調しているので、読み手が望んでいるのは次に昇る太陽ではなく静かな月がまた巡り来ること、つまり平和で安定して長く続いた貴族政治の復権にあると私たち読者は読み取ることができるわけです。つまり貴族政治が終わってしまう。でもその終わりというのはまた始まりでもあるということで、もともと私たちの国が大切にしてきたことはこの我が国の安寧である。それがまたいつか巡ってくるということを月ぞ残れるとぞという言葉で強調しているということを読み解くことができます。ですのでこの歌の本当の意味は雅な平安の世が再び戻ってきたような気がしたので、ふとそちらの方を振り向いてみたけれども、そこには悲しいことに沈みかかった月しかなかったとなるわけです。ただ沈みかかった月しかなかったけれども、そのまんまこうどんどん下がってしまって終了というわけではなく、またいつかいい時代がやってくるということを、こう月は満月になったり新月になったりしてこう変わっていくわけですから、そういう未来への希望もどこかにこの歌の中には残っているわけですね。さあ、この作者の、この五徳寺の、はい、五徳大寺の左大臣は藤原定家のいとこの藤原実貞です。ですので、もう藤原定家の、いとこということで、こうした大変ですね、こう和歌に関わりのある深い方でもあるんです。百人一首というのは大化の改新を行った天智天皇の時代から始まっていくんですけれども、そこから504年余り、朝廷政治は武力を用いずにたびたびの混乱はあったんですけれども、長く平和な社会を保ち続けてきたわけですね。ですので、そんな昔から平和な国がずっと保たれてきたのが日本というわけです。それが前の回でもお話ししたように、保元の乱以降、武力によって世の中が動く時代に変わってきてしまったわけですね。そうした時代背景ですから、この歌を詠んだ作者であるこの五徳大寺の左大臣藤原実貞にとって、いかにして元の平和な日本を取り戻すかというのが最大の関心事であったのではないかと言えるわけです。まさに激動の時代の左大臣だったというふうに小柳先生書かれてますけれども、その通りだと思います。さあ、続きまして82番歌をご紹介いたしましょう。82番は道院法師が詠んだ和歌です。思いわび、さても命はあるものを、雨季に耐えぬは涙なりけり。思いわび、さても命はあるものを、雨季に耐えぬは涙なりけり。一般的な現代語訳はこうです。切ない気持ちで思い悩んでいても、まだ命は残っています。憂いに耐えきれずにこぼれるのは涙ばかりです。という一般的な解釈ができます。さあ、この歌なんですけれども、千載集の恋の歌に収められていますために、解説書の中には「思うに任せない辛い恋に涙をこぼす様を詠んだ歌」と紹介している解説書もたくさんあるんですね。ただ、この歌を詠んだ道院法師は80歳を過ぎてこの歌を詠んでいるわけです。この道院法師、俗名は藤原厚頼といいまして、82歳で出家して92歳頃この世を去ったというふうに言われています。さあ、この道院法師、ずっと官僚を務めて退官後随分経ってから出家しました。すでに老教に入っていて、また語欲を捨てて法師になっている身なんですね。ですので、そうした背景が分かれば、この歌を単に恋の歌と解釈するのはちょっと間違いなのではないでしょうか。高齢の法師である道院法師、僧侶というのは命を大切にする職業で、恋ではなく恋に見立てて別の何かを読んでいると、も考えられるのではないかと思います。さあ、このように現役時代に官僚として朝廷に尽くしていた道院法師、元の名を藤原厚頼と言いましたけれども、年を取って引退してからは世の中がどんどん悲惨になっていったんです。目の前で貴族政権が崩壊していきましたし、また一方で新たな受け皿として台頭してきた武家政権はもう流血の事件が絶えないわけですね。誰もが安定して暮らせる平和の世を願っていたわけですけれども、それが叶っていなかったわけです。で、より良い平和な世を願っているのはもちろん貴族たちだけではなく、武家も同じでした。ですが、そうしたいろんな人々との願いとは裏腹に、どんどん危険な世の中になっていったのは事実です。そうした世の中を目の当たりにしたこの藤原厚頼、後の動員法師ですけれども、世の中を少しでも良くしたいと高齢の見ながら出家し、仏に伝え使いました。出家っていうのはですね、必ずしも陰性だとか遁性というものを意味するものではなく、むしろ自分にできる精一杯の世直しのためにという幽谷の念から二仏に仕えるために出家するというケースもこの当時多かったわけですね。で、そうですよね、この若いお坊さんと一緒に早起きしたりして、そして本堂や庭の掃除をして、食事は粗末のものをとってというのは、年老いた82歳を過ぎた人にはとても肉体的な苦行でもあったわけですよね。本当であれば悠々自適な老後を過ごせたはずの藤原厚頼があえて出家した思いというのは、やはり国のためにという、そうした熱い思いがあったのではないでしょうか。先ほどですね、私は81番の五徳大寺の左大臣の歌を紹介いたしましたが、左大臣は現役の高官として平和な世の中になるように努力をしてました。そして、今紹介している82番歌の藤原厚頼は出家して平和を祈りました。誰もが平和な世の中を願うために必死だったわけですね。そういう時代感情が、この当時時代に生きた人の思いを抜きにしては歴史も和歌も語れないのではないかと小柳先生は解説しています。そうした背景を踏まえまして、この動員法師は誰もが平和を望んで努力しているのに、まるですくった砂が手のひらからこぼれ落ちるかのように、どんどん血の流れる不穏な時代にシフトしていく状態を思いわびていると読んだわけです。胸が締め付けられるように苦しくても、まだ死ねずに生きていますが、もう憂いには耐えきれません、涙が流れるばかりですと言っているわけです。まさにこの歌はですね、崩壊していく国を憂いた慟哭な歌であるわけです。昔の日本人というのは、今自分がいるその場所で誠を尽くし、まめなる心を発揮して精一杯の人生を歩んできました。誠実に生きていればこそ世を憂えるし、動員法師のように雨季に耐えぬ涙を流したわけです。そして誰もが誠実に生きた社会であったからこそ、八百万の神々は人の目には見えない遥かな大きな物差しで私たちの国を守ってくださったのではないでしょうか。ですのでね、人間というのは投げやりになったり、無気力になったり、他国の言いなりになったりするだけなようでは、神々のご加護などきっと働かないと思って、自分にできる精一杯の誠実をみんなが尽くしていくからこそ、神々のご加護がそこにあり未来があるのだと、そのように考えていて、この当時の人たちは生きていたのではないでしょうか。こうしたですね、時代を俯瞰する広い視野で眺めてみると、個々ではたくさんの個人的な不幸はあったかもしれませんが、日本、私たちの国の歴史というのは全てがいい方向に向かっていったと言えます。それはですね、ひとえに私たちの先人が誠を尽くして精一杯生き、そして何十代にもわたる努力を積み重ねてきてくださったおかげなのではないでしょうか。ですから憂いというのも誠実なことの一つであって、長い目で見れば国を救って、民を救って、世の中がいい方向に向かうための重要な要素であるということを、この歌から学び取ることができるわけですね。ですので、嘆くばかりでなく、いやむしろ嘆くような気持ちがあるからこそ、次の時代にいい国を作ろう、いい世の中にしていこうというポジティブな気持ちを次の世代に受け継いで、より良い世代を、時代を次の時代に作っていけるのではないかなとも思います。今日本は様々なことがありますね。コロナウイルスの感染拡大で多くの人たちが職を失ったりですとか、出勤できなかったりすることがたくさんあります。そうした中でたくさんの方々が今経済的にも、そしてこの新型コロナウイルスに感染して苦しんでいる方もたくさんいらっしゃいます。そうした中、私たちができることは、この状況をまずしっかり嘆いて、そして嘆くことでなんとか対策を考えて、そしてこのことに目を背けるのではなく、きちんと正面から向き合って、次世代にこの私たちがこの今体験しているこの大変さ、辛さをどうやって乗り越えられるか、どうやって克服していけるかを、また次の世代、別の形の新型インフルエンザが蔓延した時に伝えていけるのではないかなというふうにも思うわけです。そうしたポジティブな気持ちを持つことが大事だということを、私はこの2種の和歌から学ばせていただきました。それではご覧いただきありがとうございました。